藤村義郎2月24日から1992年3月18日は日本の海軍軍人実業家。最終階級は海軍中佐。旧名、吉和。大阪府出身。実業家藤村義正の長男として生まれる。堺中学を経て1927年3月海軍兵学校卒業。 1928年10月、海軍省委任官。海軍法術学校高等科で学ぶ。1934年7月、長月法術長に就任。以後、法術学校専攻科学生、綾波法術長、法術学校教官、白雲、五福島の各法術長を歴任。1939年11月、海軍省佐に昇進。 1940年4月、海軍大学校を主席で卒業した。1940年5月、ドイツ駐在となり、同年11月、ドイツ大使館付部官補佐官に就任。藤村が補佐官に着任した当時の駐在部官は、横井忠夫で、任期中に小島秀夫に交代している。1943年11月、海軍駐佐に進級。 1944年6月、フランス大使館付武官補佐官に転じ、同年10月、ドイツ大使館付武官補佐官を兼務。1945年3月、連合国軍侵攻によるベルリンの戦いを前にして、スイスへ移住。この時の藤村の肩書はスイス公使館の海軍顧問だった西原一郎大佐の補佐官という立場であった。このスイスへの移動につき、 小島秀夫は戦後の改造でドイツ人フリードリヒハックを介したアメリカ合衆国との接触をスイスで行うために自らが赴こうとしたがスイス側から詐称が発給されず代わりに藤村を派遣したと述べている太平洋戦争末期の5月頃より前期のフリードリヒハックを介してアメリカの情報機関戦略情報局オフィスオブストラテジックサービス 略称 OSS。中央情報局の前身のスイス支局長だったアレン・ウェルシュ・ダレスを相手とした対米和平、終戦工作に奔走したとされる。1946年3月、予備役に編入となる。共に、終戦工作を行ったリュウ・シンタロウから紹介されたダレスの元部下、ポール・ブルームの依頼を受け、1948年4月、勝者、 ジュピターコーポレーションを起こして社長となり、後に防衛産業にも参入した。1954年に野村義三郎が参議院補欠選挙に和歌山県から出馬した際、藤村は選挙事務所の金庫番を務めている。藤村が太平洋戦争末期に和平工作に携わったことは、戦後の1951年に雑誌文芸春秋5月号に、 藤村自身が発表した通婚、ダレス第一伝と題する手記によって広く知られることとなった。この中で藤村はといった内容を記している。これにより藤村は幻の和平工作に携わった人物として一躍脚光を浴び、その後も和平工作について書いたり話す機会を持った。その中で当初なかった内容が加わっていった。例えば、 といったものである。これに沿った内容は、テレビ番組で藤村の没後も取り上げられている。しかし、1970年代以降、アメリカが傍受、解読していた日本の外交伝報、海軍伝報や OSS 関連の資料が公開されるようになると、それらとの比較称号により信憑性に疑いが持たれる点が出てきた。まず、藤村は、 最初の和平工作の電報送信を5月8日としているが、アメリカ側の解読記録であるマジックサマリーに残る電報は6月5日付であり、藤村は事実より1ヶ月話を前倒ししたのではないかと見られている。前倒しした理由について、有馬哲夫は、ダレスが5月28日付で OSS スイス支局長を辞して、情報、工作と関係しない、 占領地高等弁務官に就任して、ベルンを去っていった点に着目し、ダレス機関を相手に和平交渉をしていたという藤村のストーリーと辻褄を合わせるために前倒しをしたのではないかと推論している。さらに、藤村は当時の伝報で、ダレスの側から自らに接触してきたと記したが、戦後のインタビューで、その点について、切羽詰まって嘘をついたと証言している。 なお、藤村が送信したとされる原報の発信者を、アメリカ側の解読記録、マジックサマリーはすべて西原一郎大佐としている。この点について、竹内修二は、暗号電報上は、スイス海軍アタッシェから、東京海軍大臣、軍令部総長宛てとなっていたことから、公使館での役職からの推察で、西原としていたのではないか、とし、 実際の発信は藤村が西原の了承を得たか、もしくは独断で、食卓の津山茂みに依頼して打たせたとしている。有馬哲夫は、西原が、あるいは西原の名を借りた自分が、電報を打っていたとし、西原も発信に関与していたとしている。なお、西原自身の和平工作に関する回想は、出身である海軍機関学校 OB の回顧録に、 発表したことが知られる程度である。以下、本記事では、藤村の発信として記述する。藤村が最初に海軍大臣と軍令部総長に送った電報は、おおむね以下のような内容であった。なお、藤村はこの電報の中で、ソ連がヤルタ会談で対日参戦することを提案し、ルーズベルトが協調政策上同意したとし、その時期は8月下旬であろうと記している。 これ以外にもベルンの海軍武漢連邦としてソ連がヤルタ会談で対日参戦を約束したという伝報が5月24日にフランス共産党にコネを有する情報源をソースとしてヤルタ会談で7月末までに日本の降伏がなければソ連は参戦することに同意したという伝報が6月11日にそれぞれ東京に当てて撃たれていたことがイギリスに保存されていた 防治解読記録より判明しているが、藤村自身は、このソ連対日参戦密約情報の入手や、東京への打電については明確な証言を残していない。6月5日付の電報が日本側で受け取られたことは、当時海軍で密かに終戦工作に当たっていた、高木総吉少将のメモにほぼ同じ内容が、記されていることで確認できる。 高木はこの電報を海軍大臣の与内光政に見せたが、米内は敵による陸海軍の離関策の暴略であると疑い、この提案を採用することはなかった。高木自身は電報内容が真実なら、自身を派遣すれば本土上陸は阻止できると申し入れたが、受け入れられなかったと述べている。藤村は上記電報に続き、6月7日には、 召喚の見解と題して、ダレスの立場や、対イ,イタリアでの和平工作の実績を訴え、決して暴略ではないとする、第二報を送っている。藤村は、文芸春秋掲載の手記で、6月22日に、本国から海軍大臣名で、騎種氏は、よくわかった。一件書類は、外務大臣の方へ回したから、機関は所在の講師その他と緊密に提携し、 前処された死という電報が来たと記しているが、これは確認できない。ただ、6月5日や7日の電報の後に、日本から訓練があったらしいことは、現存する7月6日付で、藤村が打った電報から伺える。この中で、藤村は暴力の取引ではないかという機関の疑念は当然で、我々も、この点については、警戒を怠っていない。もし、 これが暴力であるという兆候が少しでもあれば、すぐさま現地の講師や陸軍部官に伝えるつもりだ。もちろん機関の指示通りに、これに何の返答もしていないと記している。その上で、藤村は暴力であることを重ねて否定した。7月14日には、ダレスとそのスタッフは、フランクフルトの米軍総司令部に出発したが、ダレスからは、 日本政府が望むならいつでも連絡を取れるようにすると伝えられたという内容の電報が送られた。この後、16日、17日とダレスの秘書であるデベルニッツの紹介と彼から入手したアメリカ側の見解を伝える電報を打っている。17日の電報では、日本の敗戦は必死でアメリカ側の対日戦への意欲が高いことを示した上で、 ダレスが日本との連絡チャンネルを設けて、早急な和平に持ち込む意思があると伝え、今のこのチャンネルを立たないことが重要で、それによって自分は何事かを成し遂げたいと考えるので、東京の見解や指示をこう内容となっている。しかし、海軍中央は、藤村の電報について、その扱いを外務省に一任した。7月23日に扱いを委ねられた外務省から、 ベルン駐在の加瀬俊一講師に対し、以下のような電報が発信される。最近、そちらの海軍武官から、ルーズベルトの特使だらずなるものより、確実な第三者を介して、日本側が、ワシントンでアメリカと秘密裏に話し合う意向があれば、ワシントン政府に伝達するので、東京から海軍高官をスイスに派遣するなら飛行機その他の準備を引き受けるという申し出を受けたので、 措置を精功してきた。海軍中央は、東方と連絡の上、敵の暴略及び利患工作がしきりに行われている、上、主目標を海軍に置いていると思われることに鑑み、中央としては本件は取り上げない、意向なので、この種の工作に対しては、スイス駐在の日本の関係と密接に連絡して、周到に観察すべきであるとの回答を発して、処理を、 外務省に一任してきた。ついては、詳細をそちらの海軍部官から聴取いただきたい。また本県、だらずなる人物の確実性に関する見込みや、相手方を通じて、アメリカの和平問題に関する死にを探れるかどうか、そちらの見方を至急変電いただきたい。加瀬俊一、ズイニ氏におけるダレス工作、東ア戦争一件、スウェーデン、スイス、 バチカン島における終戦工作関係ピアニッシモ33から34個の電報については先に海軍から藤村宛に訓練を発したと電話で連絡があったとの正し書きがある。前日の7月22日に軍令武装長名でベルン公使館付海軍顧問に宛ててこの件が外務省に移管されたので現地の外務省代表と連絡を取り 海軍としては表だって関与しない。敵の最近の宣伝は敵が困難に直面していることが伺える。海外の海軍代表は軽率な行動を慎み、慎重でなくてはならないといった電報が送られた。藤村は7月26日、自分は立場をわきまえており、過去も将来も軽率な行動は取らない。戦争の今後の経過によらず、自分としては、 捕虜等の相手に放置された人々の情報交換のため、政策、軍事行動に影響を及ぼさない範囲で敵方と間接的な接触を維持することは重要だと信じるが、記伝の指示により当面海軍軍人としては表に出ないようにする。もし命令があれば、アメリカの権威筋と即座に接触できる道はなお開いておくという内容の返礼を発信している。少なくとも、 文芸春秋の手記にある海軍中央の無理解を嘆くような態度は見受けられない。藤村からの和平工作に関する電報で傍受記録から確認できるのはここまでである。その数は10通に満たず、藤村が主張する30通以上とは大きな開きがある。また、藤村の手記にある自らが東京に行って話す方法はないかと尋ねたという内容は、 現存する電報には記されていない。一方、加瀬講師は7月31日に、東郷持長外相に、海軍部官及び補佐官から聴取したとする電報を送った。この中で、加瀬は、藤村が、同人の性格上、並びに、西原部官が技術官である関係から、主従問題を引き起こしていると記し、イニシアチブが、米国側から出たものとは認めがたいので、 目殺することにすべきだと思うと述べた。実は、カセ講師はすでに、陸軍のスイス駐在部官である、岡本征服中将の依頼を受けた、国際決済銀行理事の北村光次郎を及び、同じく国際決済銀行為替部長の吉村、ただしが、国際決済銀行顧問のベールヤコブソンを通じて、ダレスと和平交渉の接触を取ることに内諾を与えていた。カセと、 藤村は、互いが行っていたダレスとの接触についてほとんど知ることはなく、独断で動いた藤村に、カセは良い印象を持っていなかったことがこの伝報から読み取れる。藤村の側も、戦後の1948年に、高木総吉から、自らの工作について、聴取を受けた際、カセを、無能の人物、責任の分散を恐れることは、はだしかった。 本土決戦を主張する大本営の意向に反する仕事をすることは表面的には問題が深刻重大であるため他の人に話させたかったと評しスムーズな関係ではなかった。OSS の文書で藤村の和平工作に言及したものは藤村が最初の電報を打つ前日の6月4日付で OSS から統合参謀長会議に送られた報告が最初である。 この中では、藤村が海軍中央と直接に秘密の電信接触を持ち、信頼を得ていること、海軍のサークルは和平を施行しており、その条件が天皇の保持であること、また日本が食料を自給できず米と砂糖を朝鮮に依存しており、食料輸入のための小船隊の確保が必要だと主張していることを伝えている。ついで6月22日には同じく、 統合参謀長会に宛てに、ドイツ人権意からの情報として、再度、日本からは、降伏に先立つ、天皇保持の確認要求が出るだろうと藤村が主張したことが紹介され、ダレスが、降伏交渉を行った北イタリアのドイツ軍に、どのような条件を認めたかを藤村が知りたがっていると、記している。なお、これらには、藤村と直接接触した話や藤村の伝報に、ある、 日本海軍の高級士官をスイスまで責任を持って運ぶ提案という内容は出てこない。デベルニッツが7月5日付でダレスに送ったと思われるメモには日本及びスイス駐在の日本の工人について H という協力者から入手した情勢コメントが記されている。この中で H は加瀬講師を三流の人物岡本陸軍中将を知性がなく 勇気に乏しい国際決済銀行の北村理事を指摘だが日本への影響力はないなどと評する中で藤村を在スイスの日本工人の中でそれなりの再刊を持つただ一人と高く評価していたただしこの文中では藤村が海軍大臣宛ての電報を H の教唆によって送ったと記しており H が藤村の工作を誘導していたことも示されている しかし、前期の通り、藤村の活動が海軍中央から事実上差し止められ、一方岡本中将、条、稼口市国際決済銀行関係者のルートの活動が活発化すると、報告の中でも藤村の活動は岡本稼ルートの G の扱いとなる。8月2日付で OSS からホワイトハウスに送られたレポートには、岡本稼ルートに関する報告の後に、 藤村のルートの報告も挙げられているものの、そこでは藤村が即時交戦停止を促す7通の長い電報を過去2ヶ月間に東京の上官に送ったが、その返答は、海軍はもはや単独行動を起こせず、藤村に対して東京からの命令なしに行動を起こすなただし極めて貴重な接触は維持せよという返事があったと記している。外省に、 ポツダム宣言への考察を伴った電報を打ったカセラへの言及に対し、藤村はすでに活動を封じられた状況を伝える内容となっていた。ダレスとゲベルニッツが戦後に記した回想録、静かなる幸福では、国際決済銀行関係者を通じた和平工作には詳しい言及があるが、藤村についてはから接触を受けたとあるものの、具体名などは全く記されていない。 日本海軍中央での藤村の和平工作に対するその時点での反応として一時資料で確認されているのは前期した与内光正の意見と海軍から藤村に送られた訓練の防受記録のみである。太平洋戦争後海軍中央にいた人物からこの工作を知った際の反応が複数証言された。部下二人に 和平の研究を密かに命じていたという軍務局長の星名善志郎は6月に藤村の電報を持参した部下が大変喜んでおり、星名自身が与内三政に電報を見せると米内も嬉しそうであったが、軍令部次長の大西滝次郎が陸海軍離反作の暴略として反対したという。軍令部第一部長の富岡瀬田としは 直属上司の大西が軽線派であることを意識して、その上位である、軍令部総長の豊田総務から大西を、説得させるべく、豊田に相談すると、作戦に心血を注ぐべきで、和平の問題は考えるべきではないと返答され、以降富岡は和平に関する話題に関わらなかったという。豊田自身は、戦後の著書、最後の帝国海軍で、 こんな大きな問題を中佐ぐらいに言うのはおかしいと海軍省も軍令部も危険視し、暴略化、観測気球という見方だったと述べている。大谷津氏は戦後の海軍反省会において藤村を東郷や米内が期待していたと述べているが、その期待について東郷はダレスを通じてソ連やアメリカの情報を得ることができるという部分であったという。 藤村の元上司である小島秀夫は海軍反省会で藤村が小島の命でスイスに行ったと知っていたらもう少し考え方があったと戦後とヨタに言われたと証言している。藤村の旧所属であるベルリン海軍部官室は従来よりハックとつながりを持っていた。それに関連して1944年以前よりハックからアメリカとの仲介の話が持ちかけられて いたという証言が残されている。これが事実とすれば、ハックを介した和平工作は、ベルリン海軍部官室として組織的になされていたことになる。有馬哲夫はこれらの点を踏まえ、藤村のスタンドプレーが、ソ連を仲介としない、米英を相手とする直接和平交渉の目を積んだと言えると述べている。竹内修司は、藤村工作の評価は、 今日に至るも定まっているとは言えないと記している。ありがとうございます。